今日のお題はドラゼだよ。ボラゼ、ドラゴンジュエルの略称みたいに聞こえるから、なんか RPG のアイテムみたいがね。まあさすがにアイテムの略称ではないよ。それじゃあ説明していくね。ドラジェはアーモンドをチョコレートでコーティングしたものに、溶けないようにさらに砂糖ペーストをコーティングしたお菓子のことだよ。名前の由来はどこから来ているの？菓子の考案者といわれる料理人ドラジェの名前や、ギリシア語やラテン語で美味しいものを意味するトレージマートーなどが由来とされているよ。ちなみにドラジェはフランス語で幸福の種という意味があって、一本の木でたくさんの実をつけるアーモンドにあやかって、子宝に恵まれた幸せな人生をという気持ちを込めて、結婚式では二人の幸せをゲストの皆様にお裾分けする意味でドラジェが配られるよ。なるほど、あまり見たことないものだけど結婚式とかで配られる縁起物だったんだね。